はい、どうもこんにちは、森谷浩二です。今回はまあお知らせという形になるのかな。ザ・メンズモンドの1月号からですね、僕森谷浩二がまあエディターとしていろんなクリエイターさんに会いに行くっていう連載の企画が始まりまして、で第1回目がデザイナーの大陸くんに取材に行かせていただきまして、まあ、いろいろ喋らせてもらって、で今発売中のメンズノンの2月号でカメラマンの石田真澄さんと対談をさせていただいております。詳しい内容とかはね、本誌の方に載ってるんですけど、石田真澄さんまだ学生さんなんですよ。すごい大人っぽい雰囲気の中にその若さ、フレッシュな、はつらつとしたなんかテンションとかがあって、わあ、もうなんかこの年からそのプロのカメラマンとして働いてるっていうのはすごいなと、あとカメラに対しての知識とかそういうのがすごくて、公演で今回は撮ってるんですけど、11月に撮ったんで、まあ落ち葉がすごくて、2月号なんで枯れ木なわけじゃないですか、もう真冬だから。赤く色づいた葉といいますかがもうすごい落ちてて、まあまあ大変だったなっていう、そういう難しさも なんかこのタイミングで俺は知るのかとか思ったりはしましたけど、まあその石田真澄さんと対談しているところはちょっと動画に撮ってきてもらって、ぜひじゃあ見てください。今回はフォトグラファーの石田真澄さんに登場していただきました。まだ若手の新進気鋭のカメラマンさんでございます。映像が上がって見た時はやっぱりそこはこう想像の 150% とか書かれてるとどうでしたか。森谷さんがモデルとエディターをどちらもやられてるのが、話す視点とかが面白くてすごい楽しかったです。すいません、ありがとうございます。はい、まあ、いかがだったでしょうか。まあ、メンズノンの編集長のネギさんだったからね、森谷ちょっと、ね、クリエイターさんに対して取材するやつをやってほしいっていうのを頼まれて、はいって言ったんですけど、まあ、なかなか12回連続でやるっていうのはプレッシャーあるなっていう。そう、でもこの連載でなんかその人に対して質問するっていうことをちゃんと初めてやったのかなっていう気がしていて、楽しいですね、話をいっぱい聞けるんで。自分がやってこなかったようなこととか、やっぱ価値観もそれぞれなんで、3回目、4回目、5回目とね、2020年12月号が出るまで続いていくんで、楽しみに待っててください。